教えて F ちゃん先生。小島さん、チェーポー、こんにちは。こんにちは。サッカー講座の時間がやってまいりました。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回のテーマは世界のクラブチームです。前回は代表チームの活動について説明をしました。そこで今回はクラブチームが目指すものについて解説をしたいと思います。小島さん、はい、ヨーロッパのクラブで思い浮かぶ名前はありますか？バルセロナ、ユベントス、レアルマドリード。おー、いいんじゃないな。これで十分、とりあえずね、はい、そうですね。今挙げてくれたヨーロッパのクラブはウェハーチャンピオンズリーグという大会に出場してヨーロッパ最強クラブになることを目指しています。この大会にはヨーロッパ各国のリーグ戦で上位の成績を残さなければ出場できないんですよ。っていうことですね。もしクラブサッカーに興味があったらね、もうヨーロッパのチャンピオンズリーグは本当に一番レベル高いトーナメントね。本当に楽しくて、まあ、ドラマチックな試合が多くて、しかしね、一つのことね、その試合はヨーロッパのナイトゲームということはね、日本になったら夜中3時45分か4時45分キックオフで、それは見えますか？起きて、ダメですね、AKB はね、寝ないとね。あ、今まだ学生でしょ、はい、いや、もうでも見ます、録画して録画して、うん、お願いします、はい、ヨーロッパ以外にも各大陸にそれぞれナンバーワンを決める大会があって、優勝したクラブは毎年12月に開催されるFIFA クラブワールドカップに出場できます。去年は日本で行われバルセロナが優勝しました。ということで、このバルセロナは、ね、クラブワールドカップの優勝してクラブとしてはワールドチャンピオンになったね。ということが一番いい。でそれまたね、代表のワールドカップとまた違うね、ね、これは毎年があるからね、うん、ワールドカップは4年に1回ね、はい、代表とクラブは、ね、また違うね。わかりますね、この2つ、はい、よし、okay、クラブワールドカップは今年も12月に日本で開催されます。すでにニュージーランドのオークランドシティ FC が6年連続でオセアニア王者になっていて、来日することが決まっているんですよ。おお、じゃあまた今年も、そうですね、強いチームの試合が日本で見れるということですね。本当にね、12月だからちょっと寒いですけれども、超楽しいよ、はい、見たい。ぜひスタジアムで見た方がいいよ、これは。見たいです、はい、せっかく日本ですもんね、はい、さてチェーポン、はい、小島さんにもっとサッカーを知ってもらうために注目してほしい選手がいるんだって。このクラブサッカーのちょっとねレベル高い面白い選手って、多分ねゴールキーパーでいいですか？はいはいはい、ね、ドイツでもワールドチャンピオンになって、あとバイエルミュンヘでものすごく頑張ってるね、マヌエル・ノイアというゴールキーパーね。もうかね、もうまあかっこよくて30歳で、なんかね、何が面白い、彼はやっぱりちょっとゴールキーパーのイメージちょっと変えて、でゴールキーパーずっとゴールの前でしょ、はい、もうシュートを止めるだけ、うん、彼はもうちょっとフィールドプレーとしてもうずっとなんか中央まで出て足使って本当に面白いよ。もうドキドキさせるね、もうゴールそのままね、誰もなくてとか、そうですよね、働かしで、はい、まあ、バイエルン・ミュンヘンかドイツの試合のミルチャンスがあったら、ノーヤにちょっとね、種目の選手になって、あとね、うん、彼は今はバイエルン・ミュンヘンけど、その前は同じブンデスリーガね、ドイツのリーグで、シャルケというクラブで、内田選手、はい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 、ものすごく仲良かったな、二人ね、だからノーヤとウッチもね、というなんかつながりがあるね、日本とね、はい、ということですね、ノーヤ、うん、はい、注目します。はい、これでは今日終わりと思いますけどね、はい、短いけどね、もうしっかり今日ね、話したことを覚えてくださいね。覚えておきます、はい、はい。それではまた、チャオチャオ。